ということで、この寒い会場を一発ぶち上げてもらいましょう。それではよろしくお願いします。切腹ピストルズ、
やいや我らこそは締め時日本の名残絶滅したと言われている日本狼の残党土井中西風祭りのお集まりの皆様の無意識につけなき参上つかまつ切腹ピストルズ野生の叫び破壊の破壊徹底的な祭りやね、座って見てる方ちょっと見づらい場合もあるかもしれませんが見えなくてもあのただのおじさんが演奏してるに過ぎないので大丈夫でございますよ。皆さんそれぞれご安全にお楽しみくださいと。それではお次の曲でございます。西方町といえば先ほどもお話があった通り西方城でございますがもっと耕して西方城をもう一度作ろうという曲でございます。耕す
ました。皆さん助け合っていきましょうね。子供を残してあげてくださいね。子供も安全がもし見づらいと思ったらこの舞台の上上がっても大丈夫ですからね。お子ちゃんは妊婦の方、それからお年寄りも舞台の上なら安全でございますよ。さあ、それではお次の曲、野球するならこういう具合にしやさんせアウト、セーフ、いよいよいのよい。最近私も演奏してると必ず言いますが、このアウト、セーフ、今聞きますとどうやらこのセーフというのは今の現政府がちょっとおかしいんじゃねえかと、アウトじゃねえのかと、どっち向いて政治してんだという曲でございます。権力反映呼ばれ、
もあったら、あの本部の方に届けてくださいね。Thank you.
ちょっとおしくらまんじゅうもう一発、このね、お情けとかじゃなくてね、この後に控えているブルーブラーをいつも見ないで帰っちゃう人がいるんだけどね、残ってる人はそれを猛烈に、なぜブルーブラーを見ていかないんだということで、そこまで楽しんだ、あと花火まで楽しんでいただければと。そうだね、セプトクピストルズが稲安の海鮮丼だとしたらね、セプトクピストルズが花色のドリンクバーだとしたら、ブルーブラはね、日光ラーメンのカレーラーメンだね。締めだぞと。おいしい。じゃあちょっとお子ちゃまたちとか、体力に自信がない人はちょっとだけどっか下がっていただいて、せっかくだからセキュリティがなくても十分助け合ってやっていけるっていう、そんな元気ない曲やりましょうかね。いくよ、助け合ってよ、子供必要だったらドゥドゥとかね。それでは昔の夏メロいきましょうかね。英国はカオス UK 混沌英国という、お話の例がありましてね、それをもっとちゃんと一気に仕上げたというお次のセキュリティでございます。We'll be right back.
日本であるよ。大丈夫、子供大丈夫、すごいな、落ち着かない。あとおじいちゃんおばちゃんも大丈夫かね。やばい。じゃあお次は夏メロいきますかね。リップオフというね、こちらにですね、そんなに新しくない iPhone が落とし物。これちょっと、え、いた、おー、ごめん、余計なこと言っちゃった。いや、俺アナログ好きだからいいと思うよ。じゃあ行きましょうかね。お次の曲、リップオフでございます。よっ、1、2、3、勝利。ちょうどいい夕方でございますね。まだブルームラーを照らすには十分だ夕方。
もう止められない。いいね、最後の曲でございましてね。しかしの田舎で鹿玉祭りはまだまだ続くとね。最後は栃木といえばね、ヤギ牛でございますよ、ね、群馬といえばヤギ牛かもしれないね。そこで藤沢球児の親子を歌ってたりするんだけど、歌詞が長くて私は覚えられないと。じゃあいつも言うけど、どうしたらいいか、覚えないと。じゃあ覚えないでどうすんの、やけっぱちでやればいいと。最後の最後に辛い時はやけっぱちで乗り越えるしかございませんよということで、本日の切腹ベストロード最後の曲、やけっぱちのやけ牛で皆さんとおさらばいきますよ。助かったな、子供気をつけろよ、おなごも。いくよ、よっぱい。
この後締めのカレーラーメンがありますので、ぜひ会場にいてください。